あなたには絶対に許せない人間がいますか。2006年3月、舞台はアメリカ、ニューハンプシャー州エッピング。夜遅く、広大な農場の一角に立つ小屋からは、ただならぬ様子の物音が漏れ聞こえていました。ごめんなさい、許してください。半裸の状態でひざまずいているその青年は、この農場で雇われているケネス・カウンティ、そして彼を鬼の形相で睨みつけているのは女性農場主のシーラ・ラバール。反省しているようには見えないね。床に額をすりつけて謝るんだよ。ほら早く。頭を床に押し付けられたケネスはバランスを崩し、その場に倒れ込みました。同時に顔を歪め嘔吐するケネス。シーラのその振る舞いは、従業員への叱責にしては明らかに行き過ぎていました。従業員のケネスは一体何をしでかしたというのでしょうか。まだ気絶するなよ。私はお前のような小児会社を殺さなければならないんだ。従業員の青年に激しい暴行を繰り返す謎の女性農場主。彼女が抱く性犯罪者への底知れぬ憎悪の正体とは。女性が心に固く誓ったもの、それはトラウマが生み出した歪んだ正義だったんです。おそす、ルナとの二人暮らしマジで最高、ケンちゃんです。アイスの実を浮かべたお風呂に入りたい、エミコです。汚いな。汚くないでしょ。ブロって全部食べちゃう、うん、フォンダンショコラみたいな感じ、うん、冷たいけどあったかいみたいな、うん、そう、フォンダンショコラでいい。でもね、好きにやりましょう。何を言おうとしたのよ、怖。本日ご紹介するのは、アメリカの田舎の農場で起こった連続殺人事件について。犯人の女性はですね、性犯罪者をね、農場に連れ込んでは拷問を行っていたんです。何それ、なんかもう、うん、正義感が行き過ぎちゃったみたいな感じ、うん、司法で裁けない役を裁いてやるみたいな、うん、彼女の中にはね、まあ、そんな一面もあったのかもしれないですね、うん、ただね、そうだとしてもその罰の与え方っていうのは度を過ぎていたんです、うん、警察はですね、一人の青年の失踪から彼女の犯行を疑うんです。そして警察が彼女の農場で見たものとは。農場に救うもの。2006年3月24日、アメリカ・ニューハンプシャー州の小さな町エッピング。その日の夕方6時、広大な自然に囲まれたある農場に2人の警察官が訪れました。静かですね。道路の先で待っていたのは、ところどころ有刺鉄線で囲まれた木造のフェンス。警察は静まり返った敷地内を見回しながら、その一角に建てられた小屋を目指し歩みを進めます。ラバール夫人、いらっしゃいますか。小屋には明かり一つついておらず、人の気配はありません。敷地全体がまるで廃墟のようなその農場の雰囲気に、警察は不気味さを感じずにはいられませんでした。そもそも警察がこの農場を訪れたのは、次のような通報が寄せられたため。1ヶ月ほど前から息子がエッピングの農場で住み込みで働いているんですが、一向に連絡が取れないんです。通報してきた女性は農場主にも息子の様子を尋ねたと言いますが、あいつはもういなくなったと告げられるだけ。何らかの事件性があることは明白でした。そして警察はその敷地内でいなくなったその青年の手がかりをすでに見つけていました。あの時も様子がおかしいと思ったんだ。そうつぶやくと、小屋の庭先へ目をやった警察。一切手入れされていないその庭には、いくつかの黄色い燃料タンクが転がっていました。それは警察が農場を訪れるちょうど1週間前の3月17日、警察は農場からほど近いスーパーマーケットをパトロールしていた際、ある青年に目を留めました。その青年とは、あの農場で住み込みで働いているケネス・カウンティ。そう、実は警察は彼のことを知っていました。1ヶ月ほど前、ケネスの母親から農場で働く息子の様子を見に行ってほしいと依頼されたことがあったんです。その際に警察が目にしたのは、はつらつとした笑顔を浮かべ元気に干し草を集めるケネスの姿。しかし今目の前にいるケネスは、その時とはまるで別人でした。車椅子で店内を移動するケネスの表情は完全に正気を失っており、その顔には痛々しくあざが浮かんでいました。そして膝の上の買い物カゴに積まれているのは黄色い燃料タンク。ケネスさん、大丈夫ですか。警察はケネスに声をかけましたが、彼はどこか怯えた様子で黙ったまま目をそらすと、すぐにその場を去ったのです。一週間前、スーパーで見かけたケネスの様子を思い返しながら、警察は庭に山積みにされていた焼けた干し草を調べていました。するとその中には焦げ目のついた男性用スニーカーが。これはもしかして。警察がそうつぶやいたその時、あんたら人の家で何してるんだ。背後から響いたその怒号は、農場主シーラ・ラバールのもの。シーラは殺気だった表情で警察を睨みつけると、声を荒げて叫びました。出て行け。なのこの農場主、めちゃくちゃ怖いんだけど。もう妖怪かなんかと間違える勢いじゃないもん。実はですね、このシーラもね、19年前、従業員としてねこの農場に来た一人なんです。そこからね、彼女は一体なんで農場主になったのかっていうところなんですけど、そして彼女はそもそも一体何者なんでしょうか。魅惑の若妻。
こんにちは、ラバール夫人。今日もいい天気ですね。今日も精が出ますね、ラバール夫人。1987年、すれ違う住民たちから口々にそう声をかけられていたのは、美しい赤髪の女性、当時27歳のシーラでした。彼女はつい最近エッピングの農場へ住み込みで働きに来たばかりでしたが、物おじしない性格で町の人たちとすっかり打ち解けていました。この時の農場主はビル・ラバール。そんなビルの元へやってきた若く美しいシーラは、小さな町の注目を一身に集めていました。そしてラバール夫人という呼び名から分かるように、シーラと農場主のビルは恋仲になっていました。ある時、農場の求人広告へ応募してきたシーラ。離婚して家族と離れて暮らしていたビルは人肌が恋しかったのか、そんなシーラと過ごすうち、34歳年下の彼女にすっかり夢中に。一方のシーラもまんざらではなく、二人は農場主と従業員の間柄ながら恋人として仲睦まじく暮らしていたんです。何、住み込みに来た若い娘と恋仲にって、それ妄想とかじゃないのよね、これね。それにしてもなんかこの若い頃のシーラってさ、妖怪女のイメージとは全然違うわね、若い頃。この時のシーラはね、おそらく気立てのいい女性を演じていたんです。演じていた。それは農場主のビルとシーラが出会ってから数年が経ったある日のこと。ビルはシーラに向かい、唐突にこう切り出しました。君との契約を解除する。他に住む場所と仕事を探してくれないか。当然ビルと恋仲にまでなっていたシーラがすぐにそれを受け入れられるはずもありません。私と別れるっていうの？神妙な面持ちでそう聞き返したシーラ。するとビルはその顔をくしゃくしゃに歪め、切実な声でこう言ったんです。お願いだから出て行ってくれ。私はもう君が怖くて怖くて仕方ないんだ。数年シーラと共に暮らしたビルはもはや恋愛感情など一切なくし、完全に彼女に怯えきっていました。そこから毎日のように話し合いが行われ、結局オフィスビルの一室をシーラに明け渡すことに。その条件のもと、シーラは一度は農場を去ったように見えていたのですが、怖くて仕方ないってなんかもう一気に怪しくなってきたじゃない。何、こっからシーラがビルの農場に戻るなんてことある？ビルが受け入れられないんじゃない？そもそもあるんです。あるん。そもそもね、シーラがなぜ34歳も年上のビルに言い寄っていたんでしょうか。2000年のある日、エッピングの農場近くの葬儀場で執り行われていたのは、74歳を迎えたビル・ラバールの葬儀。心臓発作による突然の死でしたが、彼の年齢を踏まえれば不思議なことではありません。しかし、こんなの絶対にありえない。ビルの娘が怒りをあらわに手にしていたのは彼の遺言書。そこにははっきりとこう書かれていたんです。私の財産はすべてシーラに相続する。広大な農場とオフィスビル、他にもいくつかの土地や豪邸などを合わせ、ビルの遺産はざっと見積もって2億円以上。その莫大な遺産はなぜかビルがあれだけ縁を切りたがっていたシーラに渡るようになっていたんです。当然ビルの娘はシーラに苦言を呈しました。あんた父さんを脅迫して遺言書を書かせたんじゃないの？ビルの娘がそう言ったのは、シーラがビルと別れて暮らすようになってからも彼にしつこくつきまとっていたため。シーラはビルの農場を追い出されたその後も彼の元へたびたび赴いてはヒステリーを起こし、時に銃を持ってビルを追い回すようなこともあったという。しかしビルの娘がどれほどシーラの不正を訴えようとも、最重視されたのは遺言書の内容。それがビルの意思によるものではないことは誰の目にも明らかでしたが、遺産は全てシーラが相続することに。この農場に来てから13年、ようやく私のものになったわね。これでやっと私の使命が果たせる。女も最初から農場に乗っ取るつもりだったんじゃないのよ。とんでもない女ね。何、それでシーラの使命っていうのは最初に話してた通り性犯罪者を罰することなわけ？そうなんです。ここからね、農場へ最初に来た青年が姿を消す話に繋がっていくんです。果たしてシーラはどのようにして犯罪者を罰していたのでしょうか。正義の鉄槌。やっぱりお前もか。日が暮れた農場から聞こえてくるのはシーラの激しい叫び声。彼女の目の前の男性は頭から血を流し、意識も朦朧としている状態。私は会話しただけでそいつが犯罪者かどうかわかるんだ。お前は典型的な小児会社だね。罰を与えるから裸になりな。農場主となったシーラは住み込みの従業員として次々に男性を雇い入れていきました。そして雇った男性が犯罪者だとわかると罰を与えるのですが、その見分け方は至極単純。シーラが従業員として連れ出すのはホームレスシェルターで暮らしている身寄りのない若い男性。彼女は次のように声をかけ、そうした男性を誘うんです。ねえあなた、私の農場に来ない？食事と寝る場所、それにセックス付きよ。つまりそんな怪しい誘いに乗る男は悪い男に違いないってこと？それってかなり無理やりな感じじゃない？まあ合意の上でね、体を交えるっていうこと自体はね、犯罪にはならないの、ね、うん。そして最初のシーンで行方不明になっていたケネスという男性、彼は一体どうなってしまったんでしょうか。シーラが農場主になってからというもの、農場に次々と従業員が雇われては逃げ出していく、そんな日々が繰り返されていきました。そして出会い系サイトでシーラと知り合い、農場へやってきたケネス・カウンティが行方不明になったのは、シーラが農場主になって6年後の2006年3月のこと。彼の捜索にやってきた警察は一度シーラに追い返されたものの、捜査令状を取り再び農場を訪れました。
ひどい匂いだ。シーラの小屋へ足を踏み入れた警察官は、獣臭と食べ物の腐った匂いが混ざり合う室内の空気に思わず吐き気を催していた。キッチンではシーラが気だるそうにしながらこちらを見つめている。そしてそれは警察が小屋の奥のある一室の扉を開けた時のこと。なんだこれは。大きく焼け焦げた壁とそこかしこに飛び散った血痕。その部屋の床には男性用と思われる衣服や靴が散乱していた。ラバール夫人、この部屋で何が。警察はシーラに話を聞こうとキッチンを振り返った。すると同時に彼はシーラの足元に置かれたバケツの存在に気がつく。灰まみれのバケツの中に見えるのは真っ黒に焦げた枝切りバサミと錆びついたナイフ。警察はシーラに鋭い視線を向け単刀直入に聞いた。ケネスさんはどこに行ったんですか。あの坊やならそこにいるわよ。そう言ってシーラが指さした袋の中身は人間の骨だった。DNA 鑑定の結果、袋の中の骨はケネスのものと判明。そして何より恐ろしかったのは、この時に発見された1000時間にも及ぶ音声テープ。反省してるようには見えないね。床に額を擦りつけて謝るんだよ。ほら、早く。そう、そこにはシーラがケネスを承認会社だと罵り、拷問し続ける音声が延々と記録されていたんです。すぎない。たとえ性犯罪者が相手だとしても個人でやるとかのレベルじゃないわよ、うん、どう超えてるわよ。何よりね、シーラがなんでそこまで性犯罪者を罰することに執着していたのかというところですよね、うん、実はですね、彼女がそう思い立ったことにも明確なきっかけがあったんです。救世主誕生。1980年アメリカアラバマ州フォートペインのある病室で一人の女性が目を覚ましました。酸素マスクをつけ体中をチューブでつながれたその女性は、そう、22歳当時のシーラ。およそ1週間前、夫と喧嘩をしたシーラは大量の鎮静剤を飲んだ状態で車を運転し交通事故を起こしました。高校卒業後すぐに結婚したシーラですが、夫との生活はうまくいかず自暴自棄になったがゆえの未遂でした。そしてこの日、1週間の昏睡状態から奇跡的に目を覚ましたシーラ。家族は彼女の回復に安堵の涙を流しますが、それもつかの間、私は数人の神様と共にテーブルを囲んでいた。そして神様の中の一人が私にこう言ったの。地上に戻ったら承認会社に罰を与え殺しなさいと。そう、目を覚ましたシーラは妙な夢を見ていたことを家族に語りました。彼女はそれを神の啓示だと受け取っていたんです。何、夢の内容を信じてそれだけで農場乗っ取って性犯罪者罰するってぶっ飛びすぎてない、ちょっとこいつ。そうですね、まあシーラのはね、もう本当におかしいんですけれど、まあ実はね、昏睡状態に陥った時にね、死後世界を体験するっていう人はね、まあ結構いるんですよ、うん、というわけで今回のメトラキーワード、昏睡状態について。昏睡とは病気や薬、怪我などで引き起こされるもので、外部からどんな刺激が加えられても目を閉じたまま反応しない状態のこと。長く続くケースだと2019年にアラブ首長国連邦で昏睡状態に陥っていた女性が27年ぶりに目覚めた例もあるんです。昏睡中の患者の多くは夢を見ていることが分かっています。中でもアメリカの脳神経外科医エベン・アレグザンダー氏はシーラと同じような死後の世界を体感した一人。アレグザンダー医師は脳に大腸菌の髄膜炎を発症し1週間の昏睡状態に陥りました。その際、雲の中で天使と触れ合い会話を交わす夢を見たというんです。アレグザンダー医師によると、この時の夢はただの夢ではなく臨死体験だったとのこと。シーラもそうだったように、昏睡中の夢は通常の睡眠時のものとはまた感覚が異なるのかもしれません。昏睡状態から目覚めたシーラは夢の中で得た神の啓示に従うことを決心しました。私は承認愛者を罰する天使、命をかけて戦わなければならない。そしてシーラがそう思い込んでしまったことには幼い頃のトラウマが影響していた可能性があります。実は彼女は幼少期アルコール依存症の父やその友人からたびたび暴行を受けていたんです。昏睡状態の夢はそんなシーラの心の傷を呼び起こし、夫婦仲がうまくいっていなかったことも合わせ男性への憎しみとして現れたのかもしれません。シーラは父親にさ、なんかされても何も言えない、立場的に言えなくて、そういったモヤモヤを抱えたまんま大人になっちゃったのかもしれないわね、まあ、確かにね、シーラのそういったこうトラウマがね、要因ってのはあったのかもしれないんですけど、まあ、ただそれが言い訳できないほど彼女の犯行っていうのはあまりにも身勝手なものだったんで。2008年、シーラはケネスを含めた2人の男性の殺人の罪に問われ終身刑に。ただそれも氷山の一角で、農場に散乱していた骨の破片や血痕の数々から、この他にも多くの被害者が出ていると考えられているんです。そして実は殺害されたケネスが承認被害者だという証拠はどこにもありません。そう、ケネスはシーラに脅されて自分は承認被害者だと言わされていたんです。このことについてシーラの元夫は次のような証言をしています。シーラはただの狂った女だ、全て自分の思い通りにしなければ気が済まない、暴力好きの恐ろしいやつなんだよ。性犯罪者を罰すると豪語していたシーラですが、その目的はおそらくただ男性に暴行を働くこと。男性に強い憎しみを抱いていた彼女は単に罰を与える口実として性犯罪者のレッテルを利用していただけなのかもしれません。